米国は静かに病気に対する中国に対する制裁を議論します。ドナルド・トランプ大統領は最近、補佐官らに、中国は COVID-19 の発生の費用を負担し、補償を請求する能力を公表しなければならないと語った。COVID-19 の流行への対応に関する中国の制裁案や金銭的主張の調査を開始しました。この情報は、米国政府の4人の上級当局者によって開示され、内部計画について熟知しています。2つの筋によると、米国に対する多くの政府機関の高官が4月30日、現地時間に集まり、中国に対する報復措置の戦略を計画する予定です。これらの議論には、補償を求める訴訟の道を切り開いた、米国の諜報機関も含まれていました。ドナルド・トランプ大統領は最近、彼の側近や中国について憤慨している他の人たちとコロナウイルスに関する情報を共有していないことで国を批判しました。彼は北京を報復を強制する立場に追いやることができる強力な措置を取る可能性について言及しました。トランプ大統領とその補佐官は個人的な会話の中で米国政府または犠牲者が中国に損害賠償を求めて訴えることを目的として中国の国家面積を放棄する可能性について話し合った。トランプ組織の元上級マネージャーであり、被告が中国であるという集団訴訟に参加しているジョージ・ソリアルによると、彼と多くのホワイトハウス高官は可能性について話し合った。中国の国民免疫を制限する。一方、法律専門家は、このシナリオを成功させるのは非常に難しく、国会による立法措置が必要になる可能性があると述べています。この問題に詳しい2つの情報筋によると、中国政府高官の一部は、中国への債務返済を部分的にキャンセルする可能性について言及しています。この考えに対するトランプ大統領の態度はまだ不明です。ワシントンポストの情報筋は、この議論は暫定的なものであり、これらのアイデアを実現するための公式な手順はないことを強調しています。政府の一部の当局者はまた、トランプ大統領に中国を罰しないよう警告しました。中国がそれが、米国での COVID-19 との戦いのための医薬品の供給源だったからです。今は適切な時期ではない。これは別の時期に行われるべきだと中国の制裁の議論に参加した匿名の当局者は言った。情報筋の観察によると、中国を罰することを望んでいる国家安全保障チームは政府の経済アドバイザーよりも有利になっています。上級顧問は明らかにした。現時点で大統領の頭の中では確かに中国を罰することだけを考えている。一部の政治顧問は、トランプ大統領に中国との関係を強化し、政治的優位性を獲得するよう奨励しています。最近の内部発表では、戦場の州の有権者の約 51% が、米国大統領選挙に投票し、COVID-19 を中国に翻訳しました。トランプ氏を非難するのはわずか 24% です。ホワイトハウスの当局者と多くの米国議員は、コロナウイルスの発生を封じ込められなかったことと、病気に対する中国の対応に、ますます批判的になっています。米国は、中国の当局者が流行に関する重要な情報を隠したとして、国際保健機関との協力を拒否したと非難した。一方、中国当局は、ウイルスが発生した際に、中国が緊急に行動しなかったとの非難を繰り返し、否定している。ワシントンポストへの回答で、ホワイトハウスの国家安全保障理事会のスポークスマンは、内部の議論についてのコメントはありませんとだけ述べました。4月27日、トランプ大統領は、COVID-19 の対応に関する、ホワイトハウスの記者会見で、米国が数千億ドルの損害賠償を請求することを求めると発表しました。彼はまた中国に対する
さらなる制裁を検討しているが、その計画については詳しく述べなかった。中国からの金銭的補償の可能性について尋ねられたトランプ大統領は、我々にはもっと簡単な方法があるとだけ述べた。最近の緊張に直面して、中国の外務省、スポークスマンゲング・シュオンは4月30日、米国の敵はウイルスではなく中国であると強調しました。彼らは中国を中傷し、中国を非難するのではなく、彼らの流行と国際協力を抑制することに焦点を当てるべきで、あると彼は言った。私が繰り返し述べたように、罰、または説明責任の問題に関しては、これらの主張には法的根拠がなく、国際的な先例もないと彼は言った。米軍が中国に南シナ海での平準化を要求したとき4月28日と29日、米国は南シナ海で活動する爆撃機と軍艦を派遣し、中国の最近の行動に異議を唱える強力なメッセージを届けました。南シナ海へ4月30日、米空軍のウェブサイトは、エルズワース基地、米国サウスダコタ州からの離陸から、B-1 ランサー爆撃機を動員し、航空機への燃料補給の助けを借りて飛行したと報じた。南シナ海へ。これはインド洋太平洋の多くの部隊の行動計画における調整された任務です。フィリピンはホアンサとチオンサを管理する地区を設立することを中国に反対している。フィリピンスター紙は外務省ディーフの昨日の声明 30.4 を引用して、この国の政府が 18.4 に、いわゆる C 社地区とサウスカウンティを創設することを中国に激しく反対したと断言した。サはパラセル諸島と南沙諸島を管理します。フィリピン政府も反対し、中国が C 的にいくつかの南沙諸島に名前を付けたことを認めなかった。それより前の4月19日、中国の民事部は南シナ海の25の島、サンゴ礁、55の海底地形のいわゆる標準指定と座標を発表しました。そのほとんどはホアンサ列島にあり、スプラトリ列島はベトナムに属しています。リーフはフィリピンが中国に国際法及び南シナ海行動宣言 DOC を遵守するよう要請することを強調した。さらに、フィリピン最高裁判所で働いていた引退した裁判官のアントニオ・カルピオは、中国が国際仲裁裁判所の2016年の決定を認めるまで国内の孔子学院の閉鎖を求めました。フィリピンのデイリー・インクワイアラーによると、南シナ海での中国の違法な牛の舌を拒否します。カルピオ氏は、中国にはフィリピン大学とアテネオ・デ・マニラ大学に2つの孔子学院があり、2つの学院が九天線、牛の舌の線に関する誤った神話を広める可能性があると警告していると語った。これは自由で開かれたインド太平洋戦略への取り組みを示す一連の米国の活動であることを意味します。以前、ユスニーニュースのウェブサイトは、4月29日の巡洋艦アセス・バンカーヒルがスプラトリー諸島周辺で航行の自由、フォンプを運航したと報じました。この活動は南シナ海での買収された違法な海事の主張への対応として強調されています。ワシントンは主張が航海の自由と海上飛行への深刻な脅威をもたらすと主張します。1日前、国際メディアはアセス・バリー駆逐艦がホアンサでフォンプを実施したところだと報じました。これは南シナ海に対する中国の違法な主張に抗議する一連の米国の行動であり、地域に脅威をもたらす可能性があります。ハドソンリサーチインスティチュート USA は次のように分析しています。ほとんどの国が COVID-19 の流行に対応しているため、最近中国は東海で破壊的な行動を繰り返し言っています。具体的には、北京は空母を派遣し、パラセル諸島とスプラトリー諸島を管理する2つの地区レベルの行政単位の設立を発表し、中国の船舶もベトナムの漁船を巻き込んだ。そうすることで、
北京は地域の国々を圧倒したいだけでなく、ワシントンの軍事力を過小評価する態度も示しているようです。長尾氏は、中国が米軍ガーセス・セオドア・ルーズベルトなどのいくつかの戦艦で広がる COVID-19 病に対応すること。したがって、米国は中国より先にその強さを証明する必要がある。そして、ワシントンは南シナ海にいる強力な力を動員して、北京を抑止することをためらいませんでした。典型的には、米国は最近、南シナ海で、オーストラリアの護衛船を使って、アセスアメリカと他の2つの戦艦を攻撃するために、水陸両用船を派遣しました。次は、スプラトリー諸島とパラセル諸島の両方でのフォンプの継続的な実施です。長尾は、米国のメッセージは、非常に明確であると述べ、中国は米国を過小評価すべきではありません。実際、米国からのメッセージは、非常に一貫していて明確です。長尾博士はさらに次のように分析しました。4月中旬に、中国の船舶が、ベトナムの漁船を沈めた後、米国国防総省と、米国国防総省は、中国の行動に反対する声明を発表しました。ワシントンは、北京に混乱を引き起こす機会を利用するのではなく、伝染病と戦うための共同の国際的な取り組みに同行するよう要求している。米国は中国に政治的メッセージを送っています。このメッセージの一部として、ワシントンは南シナ海に B-1 ランサー爆撃機を送ったところです。長尾氏によると、米空軍については、国防総省は最近グアムから B-52 戦略ストライキを撤回した。長年にわたり、B-52 はグアムに滞在し、アジア太平洋地域に対するワシントンの取り組みを実証してきました。しかし、中国のミサイルは現在グアムを脅かしています。したがって、ワシントンはグアムから B-52 を撤回した。しかし、だからといって、米国がこの地域への関与をやめているわけではありません。B-52 のアメリカ大陸への帰還は、ローテーション計画として確認されています。そして、北京が破壊的な行動を取ったとき、ワシントンはすぐに、アジア太平洋、そしてインドへのコミットメントを強調する方法として、南シナ海に B-1 爆撃機を派遣しました。太平洋、ホワイトハウス戦略としての太平洋は長年にわたって設定されています。米国は北朝鮮とロシアを思い出させるために日本との共同演習に B-1 航空機を送った後、中国に警告するためにこの爆撃機を南シナ海に送りました。すべてはワシントンが地域へのコミットメントを維持するだけでなく、軍事力も保障することを示すことを意図していると、長尾氏は結論付けた。北京の副主席代表が突然中国を批判した。香港オリエンタルニュースウェブサイトによると、4月30日、北京の副代表は予想外の展開で、新しいコロナウイルスの起源の調査への参加を許可していないとして、中国を非難し、疑問を表明しました。中国は流行に関する実際のデータを隠しています。米国を含め中国がこの病気を隠し、世界保健機関が非常に弱いことを強調している国がいくつかあります。ドナルド・トランプ大統領は4月30日の記者会見で武漢研究所に由来する新しいコロナウイルスの証拠を見たと述べたが、詳細と中国の関税を引き上げると脅迫した。さらに、4月30日に、イギリスのメディアアウトレットである、スカイニュースは、北京の風事務所の主席代表とのインタビューのビデオを公開し、中国は、風の参加を繰り返し拒否していると述べました。新しいコロナウイルスの起源を調査します。スカイニュースによると、中国の風代表である、ゴーデン・ガレア博士は、木曜日に、イギリスのメディアスカイニュースへのインタビューを受け入れ、中国は繰り返し要求を拒否したと述べた。フーは、新しいコロナウイルスの起源の調査に参加しました。彼はまた、
中国から提供された1月2日から1月16日の期間中、41人だけがこの病気と診断されたというデータの正確さに疑問を表明しました。ゴーデン・ガレア博士は、中国側がウイルスの起源を調査していることを知っていたが、府は常に中国国家保健委員会に申請書を提出したが、府は招待されなかったと述べた。調査が、この要求は中国によって回答されていません。ゴーデン・ガレア氏は、中国には世界保健機関を拒否する理由はないと彼らはまた、ウイルスの起源を調査し、人と動物との接触を理解すべきであると述べた。ウイルスをできる限り理解することで、アウトブレイクを回避することができ、ガウデン・ゲイリア博士はまた、新しいコロナウイルス肺炎のアウトブレイクが、湖北省武漢で最初に発生したと指摘し、データによるとしています。今年1月2日から16日まで中国から供給され、41例のみが診断された。彼は、感染した人々の数が、そのような41人で永遠に維持されることができないと信じています。この時期の疾病調査は非常に重要であると彼は指摘した。中国は流行の理解を助けるために診断された人の数に関する質問に答え、武漢ウイルス研究所の日記を発行する必要があります。中国が WHOに調査への参加を認めない正当な理由があるかどうか尋ねられたとき、ゴーデン・ガレアは、私たちの見解では、いいえ、と述べました。また、利用可能な証拠に基づいて、WHOはこのウイルスは、武漢に由来し、人工ウイルスではなく自然に由来すると考えて、いるとも述べた。ガウデン・ガレア氏はまた、発生の初期段階で、WHOの役割を擁護し、当時、WHOはウイルスが人から人へ伝染したかどうかなど、中国人からの情報しか知らなかったと述べました。かどうか。彼は当時、WHOは本当に心配していて、ウイルスが人から人へ伝染したと信じていたが、ケースは中国側によって報告され、予備調査の結果は確認されなかったと述べました。したがって、WHOは1月14日に、中国の予備調査によると、ウイルスが人から人へ伝染する可能性があるという証拠はなかったと発表しました。中国が人から人へのウイルスを発表したのは1月20日まででした。彼によると、中国は1月初旬に新たに確認された症例がないことを説明する必要がある。武漢当局は1月3日から16日まで新たな症例を報告しなかった。診断数が14日間41に止まることを意味します。ガウデン・ガレア、その間、41例しかなかったのは、本当だったのですか？それは、不可能だと思います。それで、感染症のより多くのケースがありますか？中国はこれらの質問に答える必要がある。オーストラリア政府は、以前、新しいコロナウイルスの起源について独立した調査を行うべきであると提案しており、一部のヨーロッパ諸国もこれに同意しています。中国外務省は、様々な国からの調査要請に応えて4月30日、声明を発表し、中国を中傷することに対する国際的な調査と抗議国際調査のために、中国は常に正直で、オープンであり、科学者間の交流をサポートしていると強調したが、中国が被告の席にいない場合、中国を被告の座に置くことは固く反対している。任意の証拠、中国の洛国丹外務副大臣、ルユーチェンも不満を表明した。ウイルス起源の調査が、中国のみを対象にしているのはなぜですか？中国に問題があるという証拠はありますか？他の国を調査しないのはなぜですか？ケースデータを中国を調査するためにランドマークとして使用しました。国によっては病気になり死にそのように感染する人がたくさんいるので問題はないのではないでしょうか。関連する開発において、WHOは現在の国際緊急事態を維持すべきかどうかを評価します。4月30日、
フー事務局長のテッドロス・アドナムは、緊急委員会を招集し、専門家が流行の最新の変化をレビューし、緊急勧告を維持する必要があるかどうかを評価します。これ以前の国際公衆衛生に関しては、結果は5月1日に発表されます。世界保健機関は、木曜日、4月30日にプレスリリースを発表しました。テッドロス・アドナム・ゲブレイサス・ジェネラル・ディレクターが、電話会議で、ジュネーブに緊急委員会を招集しました。会議中、専門家は、COVID-19 流行の最新の状況を評価します。テドロス・アドハノムは、WHOが事前に宣言した公衆衛生緊急事態、FICを維持するかどうかを5月1日に提案する予定です。